ダニー・ボイルは、イギリスの映画監督、映画プロデューサー。グレーター・マンチェスター・ベリー・ラドクリフにて、アイルランド・カトリック教徒の労働者階級の両親の元に生まれる。ウェールズ大学バンガー校在籍中に、女優のフランシス・バーバーと恋愛関係にあったことが知られている。尊敬している監督として、リドリー・スコットの名前を挙げている。ウェールズのウェールズ大学バンガー校を卒業後、 ジョイントストックシアターカンパニーの演出家として、キャリアをはじめ、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーでも5つの作品を手掛けた。その後、イギリスのテレビ界に入って、モースケーブなどの制作で知られるようになる。1994年に初監督作品、シャロー・グレーブを発表。一つの死体と大金をめぐり、親しかった3人のルームメイトが互いに疑心暗鬼に陥ってゆくストーリーで、 ブラックユーモアとスタイリッシュな映像が話題となった。1996年には2作目のトレインスポッティングが大ヒットし、イギリス映画史上最も興行収入を上げた作品の一つとなった。翌年1997年に普通じゃないでハリウッド映画へ進出。2000年にはレオナルド・ディカプリオ主演でザ・ビーチを監督。ボイルは当初主演に ユアン・マクレガーを考えていたが、スタジオ側が、より、ヒットを狙える、集客力のあるスターを望み、最終的にディカプリオが起用された。しかし結果的にこの作品は、低評価に終わり、興行収入も1億5000万ドル弱に止まった。2002年、当時無名だった俳優のキリアン・マーフィーを主演に、抜擢し、低予算で制作した SF ホラー映画、28日後、が、 世界的にヒット。2007年公開の SF 映画サンシャイン2057では国際色豊かなキャストを起用し、その中の一人としてサナダ・ヒロユキも出演している。2008年公開のスラムドッグドル・ミリオネアではインドのスラム街で育った無学の青年がクイズドル・ミリオネアで快進撃を成してゆく数奇な運命を眼築に富んだ演出で描き、 アカデミー監督賞をはじめとする多数の映画賞を受賞した。2010年には実在の登山家、アーロン・ナルストンの遭難体験を映画化した127時間で再びアカデミー賞に数部門でノミネート。ボイル自身も作品賞と脚色賞の部門でノミネートされ映画監督としての手腕を改めて証明する形となった。 2012年ロンドンオリンピック開会式の芸術監督に選ばれ、式典演出を担当した。2018年3月、007シリーズの25作目の監督に就任したが、同年8月、創作上の意見の相違により監督から降板した。ありがとうございます。